ファミ通攻略域、攻略域パワープロ強化合宿、イエーイ、はい、はい、というわけで第8回、はい、ダン&ジョン高校探索編は解説は、はい、テクノ長谷川 とメタル村田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ついに、はい、探索編来ましたね。探索編ですね。もうこれテイク4か5ぐらいなんですけどねノイズがね、謎のノイズが発生してね乗りまくって取り直し続けるという、ね、何回やってんだって話ですけども、ついに来ましたよ探索編。はい、来ました。もうね待ってました。長い月日が経ってしまう、いや年月が経ってしまう、ね、そこまで経って、そこまで経ってない、時を経てそれなりに、はい、帰ってきたぞと。はい、ダンジョン高校、はい、帰ってきたので早速行ってみましょうか。行きますか。まずこちらバラ、はい、探索時の心構え。お、まず心構えから。そう、やっぱね、まず心、はいはい、何を作るか決めてから始める。そう、これは、ね、最初に、じゃ今回のサクセスでは、はい、あのアイテム作ろうみたいな。あ、なるほど。目標を定める。ダン&ジョン高校はちょっと他と違ってね、そう、キャラを作るだけじゃなくて、そう、まあ、装備を作ったり、はい、また作るだけじゃなくて探索進めるだとか、はい、いろいろ目的があるんで。そうなんです。それを定めてから、そう、始めることが大事と。そう、はい、ということでね、なんでかって言ったら、これ最後に素材がね1個だけ足んねえみたいなことある。これね、あるんですよね、あるあるですね。あの、装備作りたいな、強いの欲しいなって思っても、はい、最後の方でね、レアアイテムが1個足りないとか言って、そう、それ取り行ってもね、ターンが足りなくて、そうそうそう、ギリギリ1個なくて終わっちゃうみたいな、できねーみたいなことあるんだよね。で、全然強くなってないみたいなね、こともあるんで、そういう悲しみを避けるためにまあ、今回はこの武器作るために素材集めるぞとか、そう、先に決めてから無駄なく行動すると。そう、だから人生と同じまた始まった絶対言う、人生に例えるやつ始まった。これは人生ですねはい、ですかね、やっぱね、日々の目標を定めるということ、はい、この1年間で何をなすか、はい、っていう感じ、まあ、ちょっと違うんですけどねまあそんな感じでちゃんと決めてからいきましょうということですね。で、まあ、おすすめの指キャラですね。探索時の、探索時のおすすめ、まあ、まずはサイガ。最後、やっぱ目利きでちょっとレアリティの高いアイテムを狙っていこうと。そうですね、やっぱり装備はね、随時強化していかないと辛いので、はい、そうなんですよ。っていう面でも、ね、レアアイテムがすぐ出てくれると、そう、ターンの短縮になりますからね。はい、その通り。で、次がまあ幸運、はい、だまあまあそうですね、アイテム数、人生ベースっていうこと何ですか人生ベース、人生ベースって幸運さえあれば、まあ、人生なんとかなるみたいなあの、メンタルさん、どんな人生を送ってきたんですかね。運曲振りですよ、運曲振りできたんですかちょっとなんですかね、コメントに困る。だから、まあ、アフロ怒りみたいなもんですね。アフロで、次が綺麗どころのセーラーですね、はい、ゴリ押すな、はい、あ、セーラー、まあ、やっぱ八尺さんは綺麗どころには含まれない。まあまあまあ、可愛いみたいな、あ、そっちで、どこでしょうね、そっちはやっぱ脳筋キャラなんでね。なるほど、かわいいねみたいな。セーラー、これ綺麗どころとして入れるんですか。そうです、そうです。で、入れるとついでに探索家のエリア広がるんで。これね、全然ついでじゃないんです相当でかい要素なんですよね。なんでまあね、やっぱ素材集めはね、無駄なターン過ごしたくないんで、はい、最短のルートで行って集めるっていうのがね、基本です。そうですね、初期から行けるとこ増えるっていうのはやっぱりターン短縮になりますからね、はい、そうなんですよ。ただこれ、はあ、セーラってへ、探索で言ったら後半じゃないとデッキに入れられないんですよね。そうですね、もう1周目はクリアしてるっていうのがまあ前提になりますね。はい、ということは、はあ、1周目の、はい、攻略みたいなルート的な、はい、そうですよね、これ一周クリアしてない人は、はい、わかんねえよってなりますよね。はい、ただね、ご安心ください。お、ちゃんとね、用意してあるんで。なんか、そうなんですか、知らなかった。そうなんだぜ、すごい。ということでね、こちらをご覧ください。はい、こちら、てれ、はい、まあ、ダンジョン高校のページ攻略ウィキですね。はい、ウィキの高校編で、こうパパーっとね行くと、こうデータとかあるんで、はい、そっからエリア解放やってとこです。
ですね。おで、このダンジョンここに素材集めようってページあるんで、はい、こちらをちょっと、ね、ガーッと下に行くと、まあ、こういう感じでね、敵とかね、出現場所とかまとまってて、誰がどれを落とすかみたいなの分かるんですけど、ここで調べられると、はい、でそれのちょもうちょい下ですね、ここセーラーまだ取ってねって方、こちらからってやつですね。それやる とここのね、レシピをね、取っていくぞっていうルートを解説してる記事があるんで、あ、細かく、はい、教えてくれてるわけですね。はい、なんでまあ取ってないって方はこれを見ていくと大丈夫。こういうね、ゴキブリを素手でぶっ潰していきましょうとか、ね、ここを今フィーチャーした意味が、そう、ワンポイントアドバイス全然わかんないです、ね、あるんで、はい、まあ、そういうのを見つつレシピ回収して、まあ、セーラー取っちゃおうみたいな、なるほど感じですね。で、毎回こういう下にね、次回こちらってあるんで、あ、これありがたいですね。 それを見る、はいはい、ということでね、お、次は、次はおすすめの武器、武器つってもまあ最終的におすすめみたいな、あ、ここを目指したいという、そうです、ところですね。まずはバウンサーの武器のポーラスターとスナイパーのチェイスライフル、あ、いいですね。ですね。でこれはまあ大体ね、素材が同じなんですね、大体。そうですね、はい、輝く金属と、あとはまあ粘土石、虹色の塊と、はい、で、まあ、これどこで手に入るかっつうと、お、輝く金属は美術室、あ、なるほど、で虹色とかは地下道のクリオネからで取るのがおすすめと、はいはい、まあね、結構クリオネ強いんですけど、強いですね。まあそこそこ装備整えれば、そうですね、大丈夫。結構このクラスの装備作るのが大変っていう人は、はい、あのレシピ 6? そうですね、6くらいですかね、装備が結構あのなんですね、バリバリスティックの耐冷だとか、そうそうそう、アイススプレッドの耐軟体だとか、ね、あとバグインパクトの耐虫、はい、そう、あの辺はね、特攻がついててね、強いんですよ、ね、なんでその辺を作ってからまあ、ここら辺に臨むっていう感じですね。そうですね。でこの辺の武器をちょっと無理して作っちゃえばね、そう、あとはもう結構楽になるんで、楽になるのでね、はい。で次がデスペラードとデンジャラス刀、お、出ましたね。これはあの普通にレシピ的にも最上位クラスですね、はい。でこれはまあ何ですかね、一番上の素材だけ違くて、はい、であとは共通なんですね、上質 なるほど、レイフ、レイヌのレイフ、レイフで、レイフ、怨念のオデイ、オデで、怨念のオデイはオディ、はい、準備室系ですね、鍵使うとこ、あ、なるほど、あそこに出る悪霊っていうね、ミノムシみたいなやつがいるんですけど、あそこちょっとね行きづらいんで、なかなか、そうなん、そうなんですよ、意識して取りに行かないとね、いけないですよね。まあ今ね、テクノさんの携帯になんか届いた、なんか来ましたけど、ね、メッセージが届いたようですけど、はい、まあいいとして、はい、で次、上質なレイフ、レイフ、レイフ、これは、まあ3つぐらい必要なんですけど、貝の素材から作ると、で美術室と、まあ、ベッドローカー A と地下道とかね、はい、まあ、爆弾ビートルで、なるほど、稼ぐと、まあ、そんな大変じゃないですね。そうですね、個々素材に関しては、はい、それほど強い敵でも、そうなんですね、ないので、なんでまあ爆弾ビートルがちょっとめんどくさいかなぐらいの、そうですね、まあ、これも集めるつもりでいけば集まるかなというところですね。で、この刀身ですね、デンジャラス刀のやつ、はい、これはまあやっぱ結構大変なんですね、異界に行かないといけないんで、ああ、もうこれはだいぶ強いところですね、はい、で異界のクリオネと、まあ、あとそれから地下階段のムカデか、また異界のムカデ、はい、それと地下階段のスター、この辺、そうするとやっぱり、はい、最初のチェイスライフルとかは多少作りやすいんで、あっち作ってからとか、だからチェイスはもうすぐ作った方がいいですね、まず。そうですね、2丁作ってスナイパーの攻撃力上げて素材集めに行こうみたいなですね。でクリオネ、この異界のクリオネとか強いんで、はい、集めるときはもう煙幕を持ってった方がいいです。あ、なるほど、死ぬんで必要な分取れたら逃げる、はい、確保して帰ると。
1個でいいんでね、ヌタウツに1回は。はい。肉塊。肉塊で大丈夫ですよ。肉塊1個でいいんでね。はい。で、これデスペラード。はい。まあ、一番上ね、これまた異界ですね。また強いとこ。はい。あの、死神の形したやつ。死の歌姫。はい、あいつも強いんですよね。そうなんですよね。まあ、だから地名とかをね、ちょっと体勢つけて。はい。行く感じですかね。そうですね。ちょっと対策は必要かもしれない。そう、触手は大して強くないです。はい。で、あとはまあ中庭の巨人も、序盤は強いなって思ってたんですけど、はい。だいたい装備整えていくと、まあ平気ですね。まあ、そうですね。クリオネとか倒せるようになってるもんね。はい。もう全然、あ、こんなもんだったのか、みたいな。はい。強くなったなみたいな。自分のね、強さに驚くみたいなことですね。はい。はい、で、まあ、一番のアドバイス。はい。敵が強え時。はい。それはもう、エンマクを投げろと。はい。そうですね。定番。エンマクさえ持ってれば。そう。どうとでもなる。なりますからね。負けはなくなりますから、で、もう、負けたら、素材失っちゃうんで。はい。それだけは避けたい。とにかく欲張らず。はい。まあ、ちょっとでも持ち帰れればね、先には済むんで。とりあえず投げろと。エンマク用意しとくと。エンマクを作れと。だからこの辺も序盤で作っとく時間があると、そうです、後半安定するかもしれない、ね、はい。なんでその辺も考えた上で、サクセス始める前に今回はとりあえずこれを作ろうって決めてやると、どう動くかなんとなくこう、はい、想像してから、そうです、始めると。煙幕の素材集めの時間もあるんでね、はい、なかなか馬鹿にできない。はい、だ現実では煙幕はね投げられない。また現実に例えるんですか、現実でこれやべえなって時に煙幕投げたらもう終わりなんでね。そうそう煙幕使う時ないですから、もうコンティニューできないでしょうね、さすがに。あいつ煙幕投げるんだよな、困った時にみたいになっちゃう、はい、だいぶ迷惑なやつですね。だいぶ厄介ですよこれは。はい、幸運、いくら幸運があっても大丈夫です、もう使わないんで大丈夫です。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ゲームの話なんでね、皆さん、はい、気をつけてください。はい、もう全然分かってると思う。やめてくださいね。煙幕、はい、現実で友達と喋った時にやべえってなって煙幕投げたら怒られた、メタルのせいで。やべえってなるシチュエーションも適当だし。やめて。友達との会話でやべえってならない。そうそうならない。で、あ、これ今煙幕の中から血学園が。煙幕の中からじゃないですけど。現れてきましたね。そうですね。あの、毎月第2、第4、はい、月曜日に生放送、はい、している血学園、はい、パープロブ。はい、よろしくお願いします。毎回面白いことをやってるからな。雑。オリジナル選手とかね、オリジナル彼女とか作ってたりしてね、なかなかここのいいんじゃないですか、ね、特有コンテンツが盛りだくさんなので、まあ、あとやっぱパープロ君に声がついてたりするんでね。最近そうですね、そう、あの突発アフレココーナーみたいなのがありますからね。不意にね、不意にどっかから声が漏れてくるみたいな、はい、現象が起きてる。起きてるんでね。で、あ、これ、ウィキの URL ですね、これ。はい、ウィキの URL です。何かと思ったら、煙幕でちょっとよく見えなかったですけど。あの、さっきのね。ウィキの URL ですね、これ。はい。あの、ダン&ジョン高校のね、攻略チャートが載ってたりとか。そうですね。しますので。もう素材どこで何集めるかみたいなのね。はい。そこでバンってやっちゃえば、もうバンですよ。どうした、疲れてるのか。ここ大事ですね、はい、なので、はい、ぜひぜひこちらもよろしくお願いします。はい、で、はい、次回は、次回こちら青銅高校。お、青銅高校、はい、ついに青銅が来ました。来ましたね。あのストイックサクセスでおなじみの、おなじみの青銅が、はい、一体どんな内容なのか、じゃあまた次回、そうですね、お楽しみにしていただいて、はい、というわけで、は、今回はここまで、はい、お相手は、はい、テクノ長谷川と、メタル村田でした。はい。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。します。はい。失礼します。電話か。